from the land of the rising sun, 100 determined athletes have accepted the challenge to become Ninja Warrior. Welcome back to Ninja Warrior, where 100 top competitors have assembled at Mount Midoriyama to take on the world's toughest obstacle course. Previously in the first stage, we watched as most of the competitors' dreams of total victory were extinguished on the various obstacles. However, an impressive 9 athletes pushed through to reach the end. In the last episode, the finalists fought to survive the course and advance, but 3 competitors did survive, and now they will confront the punishing third stage. 怪しげな光を放ちながら、いつしか虫の声が響いています。いざファイナルに向けて、ミスターハンドボール宮崎大輔、競い合うライバルではなく武田長野のそのために、下りランプグラスパーもクリアした。季節は秋へと移り変わった。そして宮崎が挑むサードステージ、3つ目の関門はデビルステップス。悪魔の階段は二の腕の乳酸地獄。さあ乳酸、岐阜県揖斐郡の消防士武田俊博33歳、オレンジ色のトレードマーク、そのズボンを履いて武田俊博が挑むサードステージです。実に2年ぶりのこれが武田にとってのサードステージ、姿を変えてきました。さあ武田の2008年、さあ武田ランプを握ってスタートした。肘の角度直角に保っています。あとわずか、武田クリア。演じする切符を得たいと願います。その前で力尽きるわけにはいかない武田俊博、33歳の秋、武田クリア。そこで終わりと思って、しかしながらリーバイもこのクリフハンガーで跳ね返されてしまった。ここは角度がついている。そして3つ目、間がある。さあ武田、体を振った。クリアしたのは武田俊博。進んできました。これが武田にとって11回目のサードステージ。ジャンピングバー1つ2つ、さあジャンピングバー、下りランプグラスパーもクリアした。 OKOK。武田が攻略して見せてくれました。デビルステップス、新クリフハンガーに続く。そしてあっという間に降りていった。長野はここも苦にしなかった。さあ体を振って、どうだ長野、クリアした。新クリフハンガー、長野やりました、ガッツポーズ。